メ、お腹すいた。そうだね、今日のレッスンいっぱい動いたから。あれね、なんだっけ、ダーバーダダービートレーニング。え、バーピーだよね。バーピーあそこのサンドイッチ美味しそう。本当だ。レッスン後なのもあるかもね。いつも以上に美味しそうに見えてる気がする。ねえねえ、二人ともこの後のご予定は？大丈夫だよ。うん、私も大丈夫。レッスンで教えてもらった内容を早くまとめたいと思ってたし。やったー、それじゃあ決まりだね。あ、ひよりちゃん、どうしたの？ううん、大したことじゃないんだけど、カバンの中身がいつもより少なく感じたから。そういえば折りたたみ傘が壊れたんだったって思い出して。そっか、それじゃあ急に雨が降ったら。大丈夫だよ、私の傘があるから。ありがとう、その時はお願いするね。ごめん、本当に大したことなくて。ひよりちゃんとこういうお話するの楽しいよ。私もいつもの話もいつもと違う話も二人の話なら何でも聞きたいって思うよ。うん、私も二人の話なら大したことなくたっていい。そういえばあの話もいつもと違う話かも。もしかしてあれ、二人と話したいなって思ってたんだ。それってアウトレットモールの広告の件。撮影って私たちにとってはいつもの話とも言える気がする。確かに。でもでも、今度のアートディレクターさんってすごく有名な人なんでしょ？今流行の先端を走ってる人だってプロデューサーが言ってたし。ふう、流行とか勉強不足で至らないところがあるかもって考えるとドキドキしてきちゃうけど、でも二人と一緒ならきっといつも大丈夫だから。そうだね、私たちがやることは変わらない。頑張れ。キャッチコピーは私をエスコートする服。アウトレットモールだからそんな服が欲しいなって思ってもらえるように、着ている私たちもそう見せられたらいいな。そうだね。エスコートっていうと付き添うとかそういう意味だったと思うけど、優しく手を引いてくれるようなそんなイメージかな。あ、それならなんかわかるかも。買ったばかりの服を着ると気分とか体温がふわーって高まってくる感じ。うん、それわかる気がする。ふう、それと普段と違う自分にちょっぴり変わる気もしたり。うんうん、少し見えてきた気がするけど、でもどうやって表現したらいいんだろう。二人とも、今度よかったら
アウトレットモードに実際に行ってみない？ほんの少しでも何かつかめるかもしれないし、それに新しい折りたたみ傘も買いに行きたいなと思ってて、どうかな？それいい案！賛成！うん、私も賛成だよ。よかった。それじゃあ今度の休日に。ひより、これは？外側と内側で柄が違うの、面白いよ。しかも 70% オフ。ファッションブランドのものだからデザインは可愛いと思うし、結構しっかりしてる。でも普段持ち歩くには少し大きいかな。確かに毎日カバンに入れておくにはもう少しスリムな方がいいのかな。そうだね。もう少し他のも見てみていい？もちろん。納得いくの見つかるまで探そう。ひよりちゃん、それならこっちはどうだろう？あ、すごく軽い。これならカバンに入れておけるかも。広げた時の大きさも小さすぎないし、付属のケースもあるし、色味も服装を選ばない感じで可愛い。これレインウェアのブランドなんだ。道理で物はいいけど。よかった、このくらいなら私でも買えそう。それじゃあ買ってくる。少し待ってて。欲しいものに出会えた瞬間って自分まで嬉しくなっちゃう。ひよりちゃんのお手伝いができてよかった。さっきめぐるちゃんと話してる時にあのキャッチコピーが浮かんできて。私をエスコートする服だよね。うん、私たちさっき日和の折りたたみ傘を選ぶの手伝って、これってエスコートかもって思ったんだ。付き添うってこういうことなのかも、なんて。うん、2人が選んでくれたおかげで気に入ったものに出会えたと思う。私一人だとたくさんの中から一つを選ぶのは大変だったと思うし、自分の視野を広げてくれたり、背中を押してくれたり、楽しくさせてくれたり、そういうことかな、エスコートって。ほう、すごい、ひよりちゃん、伝えたい気持ちを言葉にしてくれて、そっと手を引いてくれる優しい言葉。いや、そんなことないよ。それを言うならマノとメグルだって、私楽しんでばかりだったから。私も楽しむことしか考えてなかった。私も考えててもよくわからなかったから、時々撮影のこととか頭から抜けていっちゃって。あるある。多分広告はお客さんに来てもらえるように伝えるためのもので、ここに来たらこんなに楽しいことがあるよ、こんなに素敵な出会いがあるよって伝えることが大事なんだと思うから。だからお客さんと同じ場所に立って考えることができたから道が開けてきたのかも。うんうん、資料を眺めてたって何も見えてこないなら、その足で行って見て確かめられる手段があるならそれが一番だもん。マノ、
めぐる。そしたら今わかってることあげてみる？自分の視野を広げてくれて、背中を押してくれて、楽しくさせてくれる。これ今思ったんだけど、ステージ衣装にも当てはまる気がする。ああ、背筋がピンとして、自分が少し強くなる気がする。準備できちゃったね。あ、でもでも、せっかくだからまだ行ってないお店も行ってみたりとか、どうかな？いいよ。うん、行ってみよう。おはようございます。本日はよろしくお願いします。飲み物を買っておく？始まってからだと買う暇がないかもしれないから。そうだね。うん、今のうちに。ここからスタジオの中がちょっと見えるんだけど、ほら、中の装飾が。え、これ上品でかっこよくて素敵だけど、この中に私たちが？あの、こっちに向かってくる方って。イルミネーションスターズです。本日はよろしくお願いします。はい。びっくりしました。私たちが普段自分たちに抱いているイメージや求められている印象とは違っていたので。私たちのことをそんなにも。ありがとうございます。このデザインは私たちに結びついているということでしょうか？でも、このデザイン画に描かれている衣装、輝きというより。はい！私たちは。夜の静謐さの中で、エスコートする星たち。うん。マノ？
思うけど、まだ小さい星だから夜を導くには頼りないって思われないかなって。そっか、だからこの衣装なんじゃない？私をエスコートする服。またアウトレットモールに行きたいな。ポスターが貼られてるとこも見たいし、二人はどう思う？うん、また新しい服も欲しくなる頃だろうし。うん、ポスターどんな風に見えるかな、楽しみだな。じゃあその時はドレスコードもありで。エスコートとか？うんうん、ドレスコード何着ようかな。考えてたらなんだかソワソワしてきちゃった。私も帰ったらどんな服があるか見ておかないと。私も考えておかなきゃ。